Давным-давно один человек изготовил причудливую полку и сказал: «На этой полке я собрал элементы мира. Для тех, кто пойдет по моим стопам, я оставил свободные ниши. Придет день, когда элементы мира заполнят эту полку до отказа». Этот человек на самом деле был химиком, который хотел открыть истинное лицо этого мира. Предсказание человека сбылось, и полка заполнялась все новыми и новыми элементами. Все элементы мира находятся на этой полке. И именно об этих элементах пойдет речь в нашем рассказе. Тот, кто поймет все частицы этой полки, когда-нибудь сможет стать самым всемогущим человеком в мире. お取り込み中すみませんが、ちょっと待って、今いいとこだから。ずいぶん真剣ですね。そのゲーム面白いの？うん。あ、電池切れた。そりゃ切れるでしょうとも。かれこれ1時間はやってましたから。私は午後のひとときをお嬢さんと知的好奇心あふれる会話を楽しみたかったのに。それではゲームも終わったことですし、気を取り直して本日のお話に参りましょうか。いいとこだったのにな。まあまあ、本日はその携帯電話にも関係あるリチウムのお話ですよ。携帯電話の裏側、蓋を開けるとそこには電池が。知ってるよ。そうですよね。じゃあここに何て書いてあるか読んでみて。 L.I. ライオン？いえいえ、ライオンではございません。 L.I. はリチウムの元素記号、 I.O.N. はイオン。これはリチウムイオン二次電池という電池です。二次電池？綺麗な名前ね。ノー、残念ながら二次じゃありません。使い終わったら充電してまた使える電池を二次電池とか蓄電池っていうの。反対に使い切ったらさようならの乾電池みたいなのは一次電池と言います。三次電池は？ありません。なんだ、二次電池のことは分かったかな。オッケー、充電できる電池ね。はい。リチウムイオン二次電池の中ではお嬢さんがゲームに夢中になっている間、めくるめくロマンが繰り広げられています。ご存知の通り、電池の中にはプラス極とマイナス極があります。ふむ。プラス極にはリチウムの化合物、マイナス極には黒鉛なんかがよく使われます。ゲームの前にまず充電。ふんふん。それで？外から電気の力を加えることでリチウムの化合物からリチウムイオンと電子を引っぺがし黒鉛の方へ移動。黒鉛はパイのような相乗構造になっていて、間にリチウムを蓄えることができます。パイっていうか小持ち昆布だね。まあそんな感じ。さあ充電完了です。やった、ゲーム開始。ゲームが始まると画面が光ったり音が出たり電力を消費します。その時、小持ち昆布のようにリチウムを蓄えていた黒鉛がポンとリチウムイオンと電子を放出するわけです。なるほど。リチウムイオンは元いたプラス極に帰っていきます。
すべてのリチウムイオンがプラス極に移動してしまうと、もう電子は出てきません。それで電源が切れちゃったのね。そんな時はリチウムイオンを再びマイナス極に呼び戻せばいいのです。充電。その通り。このようにリチウムイオンがプラス極とマイナス極を行ったり来たりして充電と放電を繰り返すのがリチウムイオン電池の仕組みってわけ。便利でしょ。携帯以外にもノートパソコンとかデジカメとか様々な場所で使われています。ほら、この番組を撮影しているカメラのバッテリーにも。あれ、バックステージ映しちゃっていいの？ご愛嬌ご愛嬌。あら、ちゃっかりお店の電源を。ご愛嬌ご愛嬌。まあいいでしょう。今その携帯の中ではリチウムイオンがプラス極からマイナス極へ次々と移動しているのですな。本当だ。うっそーん、見えるわけないじゃないですか。え、本物のリチウムがほら、棚の一番左に。これか。開けていい？ダメですダメです、危ないから。ケチ。これがリチウム。柔らかくて金属光沢があります。あれ、なんかこれ見たことあるかも。何の話だっけ。もうちょっとは学習してくださいよ。リチウムは周期表の一番左、アルカリ金属の仲間です。アルカリ金属は水と激しく反応します。ほらね。だから危ないってことなのか。思い出した、リチウムとナトリウムとカリウムは似てるんだよね。そうです、見た目も性質もそっくり。ではこのアルカリ金属3兄弟の発見の歴史をご紹介しましょう。1807年、ナトリウムとカリウムは植物の灰の中からほぼ同時に発見されていました。リチウムは？リチウムが見つかるのはその後10年の月日が流れてから。北欧スウェーデンのアルフ・ベドソンがペタル石という鉱物を分析していた時のこと。彼はペタル石の 96% はアルミニウムの酸化物とケイ素の酸化物であることを突き止めました。ほう。で、残り 4% がどうやらナトリウムかカリウムの酸化物らしい。アルフ・ベドソンはそれをナトリウムの酸化物だと仮定して質量を計算してみました。ところが。ところが？もしそれがナトリウムだとするとペタル石はもっと重くなるはず。原子量の大きいカリウムではもっともっと重くなってしまうはずです。ってことはナトリウムやカリウムと似ていてもっと軽いものってわけだ。5名等、一番軽いアルカリ金属の発見でございます。ナトリウムやカリウムは植物から見出されたのに対してこの新元素は鉱物から見つかりました。なので名前をギリシャ語の石から取ってリチウムとしました。石ですか、ちょっと地味な名前だね。そんなことおっしゃるならこちらをどうぞ。うわあ、綺麗な赤。発見の翌年、リチウムの炎色反応が初めて観察されたのです。名前は地味だけど燃えると綺麗でしょ、リチウムって。思ったんだけど。何でしょう。ちょっとでも水がかかったら反応しちゃうやつ、電池にするの大変なんじゃないの。そりゃもう大変な研究を重ねられたことと思います。そんなに苦労してリチウム使わなくても良くなくない。良くなくない。実はリチウムには電池に最適な性質があるのです。何何。しかも2つも。だから何なのってば。
リチウムの原子構造をご覧ください。外側に電子が1個だけ。これは電子を1個放出して陽イオンになりやすい、イオン化傾向が大きいということを意味します。出た、イオン化傾向。実は全111の元素の中で最もイオン化傾向が大きいのがこのリチウム。それって電池に使われてることと関係あり？関係大あり。原子が電子を放出してその電子が通過することを電気が流れるというわけですから。リチウムは他の金属に比べて大きな電圧を生み出せるということになるのです。なるほど。そしてもう一つ、電池に最適な理由がございます。実はリチウムは世界で最も軽い金属なのでございます。マジで？こちらをご覧ください。リチウム、ナトリウム、アルミニウム、軽いフェザー級の金属ばかりを集めました。彼らには今からこの水に浮くことができるかチャレンジしてもらいます。いざ！あ、こっちは沈んじゃった。残念でした。でもこっちは浮いてるでしょ。浮いてるっていうか暴れてるっていうか。では勝ち残ったリチウムとナトリウムには油に浮くことができるか挑戦していただきます。油は水より軽いですからね。いざ。お、リチウム浮いた。ね、リチウムの軽さは世界一なんです。すごいすごい、ギネスに出れる。世の中のトレンドはポータブルですから。すいません。はい、あの電化製品ってどんなもの持ち歩いてるんですか？電化製品ですか。電池はより小さく軽いものが望まれるのです。リチウムならイオン化傾向が大きいため少ない量でも大きな電圧を取り出せる。またリチウム自体が軽いので電池を軽くできる。携帯とかデジカメにでっかくて重い電池がついてたら困るもんね。逆にリチウムイオン電池の開発がうまくいったおかげで携帯電話やノートパソコンがここまで普及したとも言えます。電圧と軽さを兼ね備えたリチウムは21世紀の主役。お嬢さんが携帯電話で1時間もゲームをやっていられるのもリチウムのおかげなのですよ。あ、充電終わってる。セーブしたの消えてないかな。ちょっと、人の話聞いてるんですか？はい、ちゃんと残ってる。よかったですね。もしかしてまだここでゲームする気？うん。お家でやったら？もしもし。